コツメ先生の漢方歴。はい、コツメ先生です。本日は33歳女性、メンタルのご相談を受け、大変いい症例が出ましたので皆さんとシェアしたいと思います。ではどうぞ。問診。こんにちは。ちょっとよろしいですか？どうされましたか？ネットで検索してきたんですが、メンタルの相談お願いしたいんです。わかりました。今日までの経過をお話しください。病院でパニック障害と言われています。30歳の時におばあちゃんが亡くなって、それから人間関係のストレスが多くなってきた感じです。31歳の時発病、通院をし始めました。今年5月にデパスとパキシルを処方されたんですが、パキシルは服用してません。デパスだけ週 2,3 回使っています。6月に仕事を辞めました。症状はどんなんですか？動悸やゾワゾワしたり、不安感、あと不眠や脱毛などです。急に手足が冷たくなったりします。もしかして幼い頃寒がりでしたか？はい、そうなんですよ。ちっちゃい頃から怖がりで、一人でトイレに行けませんでした。その他に症状があれば教えてください。排便は2日に1回、月経の初日と2日目に激痛があります。首筋が強く凝りますね。頭からの発汗が多いです。子供の頃からアトピーがあって、リンデロン VG 軟膏やプロトピックを指と手のひらに今も使っています。ご自身の腹部を押さえてみて、どこら辺に脈動や動悸を感じるか教えてください。おへそと溝落ちの間です。確認作業。原因不明のことということで、フィンガーテストが非常に強い武器となります。精神的反応点をチェックしたところ、神経に弊、大腸系に虚という反応が出ました。フィンガーテストというのはオーリングテストと思って結構ですが、詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、ブログの方でご覧いただければと思います。考察。顔色にツヤなし、グレー色。手が異常に冷たく、同じく土色。色合い的に腎虚症。幼い頃から怖がりということで、これも腎虚症。フィンガーテストでは腎に気が停滞している、原因は腎の気が上昇しているからだと思われます。もともと腎が弱く、ステロイド剤の長期使用によりさらに悪化。今回人間関係ストレスと祖母の死が重なり、思い詰めることに。漢方では思いが火を弱めると言われます。火が弱るといずれ腎も相克関係で弱る。火を補い、後天の気を高め、腎虚で腎に上昇した気を下げることができれば改善すると考えました。おすすめの漢方薬を店内で服用いただくと、指先が温まってきたので、これらの漢方薬をおすすめすることとしました。軽視糖類の精神不安や動悸を改善する漢方薬1日3回4日分、火の働きを高める漢方薬を1日3回10日分、7150円と初診カウンセリング料3000円になります。体質に適した食用所、呼吸法、考え方をアドバイスしました。アドバイスの内容は最後にご紹介します。漢方薬は医薬品です。症に合わない漢方薬を飲むことでより悪化したり、症が壊れたりします。自己判断で服用することをなくすために、あえて処方名は伏せています。コツメ先生もしくはお近くの日本漢方店で相談の上服用開始ください。経過。9月13日、いかがですか？デパスを飲まなくても眠れてます。脱毛も気になりません。首や肩こりもマシですね。
外出の時だけ動悸や息切れやありますけど、尿の回数は8から9回に増えました。手のひらの色も前回よりいいようですね。手先もあったかいですよ。はい。10月2日。ああ、いい顔色やんか。その後どうですか？日常の動悸もなく、おへその上を押した時の動悸もありません。デパスがなくても眠れるようになりました。すっごい早いこと改善したね。コツメ先生は嬉しい。今日でカウンセリングは終了にしますね。秘境の漢方薬はしばらく服用しておいてね。はい、購入して帰ります。ありがとうございました。はい、まとめます。デパス依存っていうのは非常に深刻な問題になっております。今回1ヶ月という短期間で、デパスと縁が切れたというのも的確な漢方薬のおかげもありますが、本人の強い意志、そしてアドバイスをしっかり守ったということが関係していると思われます。体質に応じて、アドバイスをしてあげることで漢方薬が2倍にも3倍にも高まる。同じ漢方薬を使っていても効き目がアドバイスによって全く違うのです。養生アドバイス1。日本漢方では不安神経症、パニック障害、うつ病などの発病は少なからず腎虚症が絡んでいると考えます。呼吸は生命を維持する最も重要な機能です。東洋医学では呼吸は肺だけが行うものではないと考えています。大気中の気を肺が取り込み、腎がそれを収める。これを脳気と言いますが、初めて生命が維持できると考えます。精神疾患のある方はこの脳気が上手に行えません。過呼吸は脳気が全くできなくなる最たる症状です。精神疾患のある方はまず呼吸を整えましょう。3秒で吸って7秒で吐く練習を行ってください。養生アドバイスに、次に食事です。腎虚症で陰性体質は玄米にし、土にまくと芽が出る種子類をたくさん食べるようにします。ごま、豆類、スイカの種、松の実、かぼちゃの種です。そして食べ過ぎず、タンパク質や脂肪を控えます。少々の塩分と海藻、煮野菜もいいでしょう。養生アドバイス3、最後に考え方です。あなたは水の入ったペットボトルを持っています。ペットボトルには水が半分あります。もう半分しかないと後ろ向きに考えることもできるが、まだ半分あると前向きに考えることもできます。皆さんそんな話を聞いたことがあるでしょう。でも今病気のあなたは水の量にとらわれることではなく、強く握りしめたペットボトルをまずは一旦テーブルへ置きましょう。頑張ってるから、我慢しているから、あなたの心が辛くなっているのです。心が串刺しになった状態の人を患者と言います。薬も大事、でもあなたの考え方を変え、行動を変える方がもっと大切です。辛くなったらぜひ一度コツメ先生にお電話くださいね。さよなら、さよなら、さよなら。